にちは。こんにちは。マーナでございます。CJ コシダです。どうもお世話になっております。お久しぶりです。久々のペアで。はい。よろしくお願いします。ちょうど、4月、5月、ゴールデンウィークとかもあって、日帰りキャンプだとか、デイレジャーとか、いろいろ楽しみたい方におすすめの商品を今日ご紹介しようと思ってます。あれですね、新作もどんどん入ってきて、そうですね、いろいろ入ってます。新作も交えていろいろご紹介しようかなと。やばい、はい、俺ちょっと若干初めて見たまずは、もう皆さん夏の定番、公園とかで使えるシェードです。で、二方あるんですけど、 IG シェードでもクイックアップ IG シェードっていうのと、こちらも IG シェードプラスっていう、両方ともプラスシリーズ、ダークルームテクノロジーを使ったものですね。こちら二方あります。で、まあ簡単なのはこちらのポップアップ式のタイプなんですけど、まあボンと出していただいて、ポンと立ち上げる、はい、こうやって広げていただきます。で、一応中に公園とかでも使えるペグが4本と、あと海とか行った時にペグ打てないので、砂袋4つ入ってますので、それを四隅に留めていただくという感じになります。で、見ての通り中真っ暗ですよね。真っ暗です。はい、これがコールマンのテントでも使ってる人気のダークルームテクノロジー、ここにも書いてありますけど、これを使ってますので遮光率 90% 以上で、公園とかで他のシェードとかで並んだ時に、明らかにこれだけも日陰の色の濃さが全然違うので、もう涼しさが全然違うと思います。これが、こういうクイックアップ式のポップアップ式のタイプと、こちらがフレーム式の二方ございます。これマジで去年もそうでしたけど、はい、春買っとかないと夏ない。そうですね、7、8月意外にもお店に在庫がなかったりとか、はい、はいはい、します。で、もちろん前も後ろも横も全部メッシュにできますので、風通しよくできますし、あとプールとか行った時にお子様がちゃんとお着替えできるようにフルクローズももちろんできますので、大変重宝いただける商品ではないかなと思います。実際あれですよ、実温度で温度下がるっていうやつですよね。そうですね、もちろん体感温度だけじゃなくて、普通のこういうシェードって中にこう光が通ってそれで温度上昇しちゃうんですけど、それが全然ないので、もう本当に使っていただくとすごくわかると思います。シェード入って汗だらだらっていうことがない。そうですね、はい、一応これが、二方ございますので、まあ最もおすすめなのはこちらの二方かなと思います。続きまして、これがコールマンのアルティメットクーラーってソフトクーラーです。で、去年までは水色だったんですけど、はい、今年の新色としてこっちの色に全部変わりました、オリーブ。これ待ってましたっていう人多いですよね。そうですね、よく冷えるんやけど、ちょっと見た目が今日ギラギラっとしてた、はいはい、去年のもこの色しかないんですかってめっちゃ聞かれてたんですけど、長年それしかないですから、ね、はい、まさかの。そうですね、で、保冷力も42時間ぐらいありますので、ソフトクーラーとしてはもう圧倒的です。あとはまあちょこっと出すときにこうやってペットボトル出したりとかするようなものとか、こちらにも付いています。で、こういうちょっと引き出しとかも付いてますので、ちょこっとしたものを入れてください。っていうのが、大きさが25リッターと35リッター。2種類ございます。で、使わないときもぐしゃっとちっちゃくできますので、家でしまうときに困らない。これがソフトクーラーのいいところだと思います。で、後ろ側が、こういうのついてますので、ハードクーラーでホイール付きでこう、本当だ、はい、そこにこうぐさっと刺していただくと連結もできますので、そういった感じで使っていただいてもいいかなと思います。なんかよりなんかソフトクーラーですけど、ガチッとそうです、ね、見えるタイプっていうか、はい、形もそれっぽくなったような感じがします、はい、でソフトクーラーに必要なのかどうかは別として、耐水性もすごいので、はい、いるんじゃないですか。まあ、必要なのかどうかっていうのはお客様次第なんですけど、耐水もしっかりしてます、はい、そういうおすすめ商品ですね。こちら今年の2021の新色になります。そして続いて
次におすすめするのがこちらのエクストリームコールマンの中でのエクストリームシリーズっていうクーラーなんですね。で、こちらエクストリームクーラー、こちらは普通のエクスカーションクーラー、大きさほぼ同じなんですけど保冷力がもう全然違います。どうやってあの保冷力してるかっていうと、中開けるとここに入れてる断熱材の量が全然違うんですね。なので例えば音を聞いていただくと、こっちは音でも分かりますよね。だから多少こっちよりもこっちの方が入れられる量ちょっと減っちゃうんですけど、保冷力はまるっと丸1日以上違ってくるので、夏の、まあ、デイキャンプもそうだし海水浴でもそうだし、いろいろ使っていただくのにはこれ最強のクーラーかなと思います。見た目もなんかそうですね、色が今年からこれも変わりました。これめっちゃおすすめです。はい、めっちゃが出ました。続きましてこちらの商品がここにも書いてあるクールスパイダープロ L ファンって書いてあります。プロ L、 はい、プロ L ファンです。はい、ちょっと長ったらしい名前なんですけどこちらの商品今現物そこに出てるんでちょっと見てみましょうか。これです。これがクールスパイダープロ L ファンですね。プロシリーズっていう名前のものは全てここが段階調整できます。こういう状態なので火力が強いなと思ったらちょっと上げてもらって焦げなかったりようにしてもらったりするのがこちらのプロシリーズですね。すべて1、2、3、さあ一番上も入れて4段階ってことですね。はい、それから最初から焼きそばとかいろいろ焼くようなこの鉄板ももちろん入っています。でこの商品の最大の売りはここにあります。おマジか、すごい。はい、これが今ちょっと電池入ってないんですけど炭酸電池を8本使ってください。で、こういう炭を使うものは、時間が経つとだんだんこの表の通りこう火力が落ちてってしまうんですね。でこれをつけることによって下からこう空気を送っていきます。ファンがついてまして火力を安定させて長くこうずっと同じ火の高さを保っていた、これがファン付きの、バーベキューグリルっていうことになります。電動ファンで簡単着火、これが、こちらが去年出た新作なんですけどなかなか好評いただいています。はい、これです。コールマンですごい有名なアウトドアワゴン、それの、アウトドアワゴンメッシュっていうのが出ました。この素材見ての通り側が全部メッシュになっています。これすごいな。はい、これが、例えば汚れちゃっても今度のモデルからは全部取り外しできて洗えます。はい、これなんで去年までやらなかったの。そうですよね、はい、なので洗えるって言ってここが全部こう取り外しできますので、で生地をこう抜いてもらうということができます。でまあ、仕組みは今までのアウトドアワゴンと全く一緒なので、まあ、この底板外していただいてクシャッと上げていただいて、ね、でここをマジックテープで留めていただいて、でこの収納袋を入れて、はい、ああ、外れてました。まあ、これを入れて止めていただいてここで持って運んでいただく、それが仕組みは今までと一緒なんですけど素材が変わったのと、明らかにこちらの素材自体が取り外しできてきれいに洗える、清潔にできますよっていうのが今年の新しいモデル。大きさとか耐荷重は今までのものと一緒です。はい、これがアウトドアメッシュになります。インスタントバイザー、こちらも、書いての通りインスタントバイザーの、ごめんなさい、インスタントバイザーシェード M プラスって入ってますよね。このプラスシリーズ、これがここにあるやつです。
はい、ダークルームテクノロジーを使った、さっき の, あのシェードと一緒ですね、はい、こういう素材なので、まあ、遮光率 90% 以上で圧倒的に涼しいっていうのがこちらです。はい、毎年5月ぐらいからすごい売れ出す商品、涼しい言っちゃってしまえる商品、はい、なかなかないです。そうですね、はい、これがインスタントバルブですね。そしてそのインスタントバイザーに今年新しい仲間ができました。これがインスタントバイザーシェード2。これが M と L ありまして、今ここに出しているのは M サイズですね。はい、色が、オリーブっていうカラーと、こちらあのちょっと水色っぽいミストっていうカラー、これが両方とも新色っていうのがまず一つ大きなポイント。それから、今までより、足の構造がちょっと変わりまして、今までのこれ M サイズの大きさなんですけど、大きさだいぶ違いますよね、同じ M サイズで。だ足の収縮を全部変えたので、今までよりコンパクトになりました。なので、車に積んだりとかそういう時も今までこの大きさだったんですけど、だいぶ楽になったっていうのがこちらの新しい2ですね。買い替えのチャンスですよ。そうですね、はい、はい、ぜひ。ちなみにあそこにこの現物出てますので、ちょっと見てみます。ここの足の構造がちょっと今までと変わっています。今まではこれ一つだけだったんですね、ここでガーッとやってたんですけど、それがここでもう一個、わーすげー、はい、3段階になるので、今までより収納力が上がった。で、まあ、カラーも人気のオリーブっていうカラーも出ましたので、よりいろんなシーンに合わせやすい色になる。これがおすすめで、ね、M サイズと L サイズ、今ここに立っているのは M サイズです。1種類あります。おすすめです。はい、がコールマンの商品です。多分これは多分知らない人あんまりないんじゃないかなと思うんですけどもうこれからの時期大活躍間違いなし、ロードトリップグリルっていう商品ですね。はい、で使用は後ろにガス管を2つつけて使うんですけど、片っぽずつ2500キロカロリーずつあるので、火力もあの家で使うのとほとんど同じぐらいの火力。はい、でガス管の燃焼時間としては、まあ、2時間過ぎからまあ4時間弱ぐらいまで、はい、まあ、火力によって多少変わりますけど、こちらも中に現物出てますので、ちょっと見てみましょう。これがロードトリップですね。まあ、後ろ側にガス管つけるんですけど、で、ここつけるときもこうワンタッチのボタンついてますので、どなた様でも簡単に点火ができます。はい。で、いろんなものを置いたりとかするときに、こういうサイドテーブルとか、あとはクッキングツールこういうところにかけたりとか、いろんなことができるようになってますし、あとは、それ以外に、こういった、まあ、別売りにはなってるんですけど、こういうオプションパーツとかいろいろ買っていただいて、ご自身で拡張していただくことができる、これがロードトリップグリルになります。よいしょ、はい、なんか私これ山のてっぺんなんかホットケーキを焼いた思い出があって本当すか、めちゃめちゃホットケーキがうまく焼けたっていう、はい、ぜひ使ってみてください。いい商品をたくさん用意して待っておりますので、はい、はい、お待ちしてます、はい、ゴールデンウィークも春休みも、はい、任しておいてください、任しておいてください。モアナと CJ コシダがお送りしました。お送りしました。チャンネル登録といいねお願いします。よろしくお願いします。